来年発売予定の大逆転裁判で奇跡の出会いが待っているのですが、その人物と今日この大法廷で一足早く会えるらしいのです。日本男児としてやり手なところを見せておきたいじゃないですか。おお、やる気でございますね。なるほど様。でもなんだかちょっと怖いですね、夜の大法廷は。先ほど見物したロンドン塔恐怖展もそれは恐ろしいございましたから。佐藤さん、ロンドン中の催し物を調べ上げていますよね。明日見て回る恐怖展の予定もかっちり組み上げてありましたわ。別に恐怖限定でなくてもいいと思うけど。可能性もまだ否定するわけにはいかないし、そもそもそれは事件に全く関係ないという可能性。ところで、さっきから何か聞こえませんか？そういえばこの大法廷幽霊が出るという噂がございます。やめてください。ロンドン島恐怖展の直後でいやいや敏感になっていますから。なるほど、どうやら全て見えたようだ。我がメス入りがささやく真実、君の正体はつまり殺害されたイタリア人のコック長だ。え、自分が死んだことにも気がつかず大法廷をさまよっているとはね。え、え、死んだなら死んだらしくその辺に転がっているがいい。死んで、あの世界的な名探偵シャーロック・ホームズ様。おや、僕のことをご存知なのですか？もちろんでございます。ご活躍いつも拝見しております。シャーロック・ホームズの冒険、船便でお取り寄せして。初歩さ、ほんの初歩的な推理だよ、ワトソック。ありえないことを消去すれば後に残るのは真実だけなのだよ。はあ、それも本に書いてありました。でもさっきのべらぼうな言いがかりは何なんだ？名推理と言いがかりは紙一重の運次第なのだよ。それは本に書いてありませんでした。あの、どういうことですか？殺されたイタリア人のコック長って。実にいい質問だ、コック長君。では始めるとしよう。シャーロック・ホームズの推理を。僕はね、つい先ほど電報で事件の通報を受けてここへ来たのだ。大法廷にてイタリア人コック殺害さる。大法廷イタリア人。そう、僕の完璧な読みに間違いなどありえないのさ。異国の技の刃物といえばもうコック長に間違いない。キラリと光る一奏者は生前の腕前を物語っている。一見かなり東洋人っぽいが地球規模で見れば気にはならない。そして背中に突き刺さったナイフ、とっくに死んでいる証拠だ。ゆえに君はどこから見てもイタリア人で死んでいてコック長だ。なんでもこの大法廷には幽霊が出るという噂らしいよ。今の名推理、どこから見てもさっきの電報の後付けじゃないですか。だって背中に深々と刺さっているそのナイフを見れば明らかだろ。あ、これおもちゃです。え、ロンドン島恐怖店の売店で大はしゃぎで買ってまいりました。まさかとは思うが、今さら死んでないなんて言い出すつもりじゃないだろうね。死んでません。しかしイタリア人の死んだコック長でないとしたら君は一体何者なのだ？はい、僕は弁護士のなるほど龍之介です。大日本帝国から司法を学ぶためこの大英帝国に留学してきました。私は御言葉すさとと申します。なるほど様をお助けするホーム女子でございます。
世を忍ぶ仮の姿、その正体はイタリア人のコック長という可能性は微塵もないのかな。ホームズ様、よろしければその電報見せていただけますか。これはこの電報明らかに矛盾している。よく見てください。大法廷ではなく大法廷です。大法廷、あ、そういえば裁判所の近くに大法廷というイタリア料理店があるそうです。陸軍に伝わる恐怖の大砲で焼いたピッツァが名物なのだとか。なんだって。そう、あなたは電報の事件現場を完璧に読み間違えたのです。大英帝国の電報なのに日本語のネタってどうなんだ。今回はこの辺で、今度はゲームでお会いしましょう。次回もそれは見事な名推理を披露させてもらおうかな。僕だって大法廷に立って怪事件を見事料理してやります。ではコック諸君、うまいカルパッチョを所望するよ。だから僕はイタリ